はいどうもゼロマルです。今日もレイザーのね新デバイスを一緒に見ていきたいなと思っております。で今日を見ていくのはもう出ちゃってますけどね、レイザーストリームコントローラー X ということで、この配信の時にねなんか便利そうなデバイスをね見ていくんですよ。これがね実は以前ね、ストリームコントローラー、普通のね、無印のやつが出てて、僕持ってるんですよね。なので、それの X、まあ、買いバージョンみたいな感じになるんですかね。が出ましたんで、これをね、一緒に見ていきたいと思います。でもちろんここね、レイザーのね、オンラインストアのページのトップなんですけど、もう一番上にあります。なので、ここから見ていただいてもいいかなと思うんですけど、いつものように、ストアに一回潜って見てみましょう。うん、ニューリリースのところにね、ありますね。これはどこかな？コンテンツ制作？あ、あったあった。その他のね、配信用アクセサリーのところにありました。これ左にあります、このね、普通のストリームコントローラーが以前出てまして、僕も、便利にね、使わせていただいてますが、今回はね、その X が出ましたよということで、見ていきましょう。はい。では、レイザーストリームコントローラー X ということで、配信向け一体型コントローラー。まあ、21,900円。ということで、まあ、まだ買えるみたいですね。カートに追加があります。では先にね、写真を見ていきましょう。はい、このような感じ。以前のモデルはね、ここにね、ボタンとかダイヤルがね、いくつかあったんですけど、それがそぎ落とされて、まあ、ボタンのみの形になっておりますね。いいですね。やっぱり、レイザーって書いてるのがね、いいですよね。もしかしたら後から出てくるかもしれないんですけど、これリープデックさんっていうね、元々のね、こういう同じようなデバイス作られてる会社の、まあ、コラボというか、まあ、そこの製品、レイザーで出しました。みたいな感じのね、モデルなんで、ソフトウェアとかは、レイザーシナプスとはね、別のリープデックのソフトウェアを使う形になるんですけど、まあ、問題なく使えるということで、レイザーのマークがついてるのは本当に嬉しいところです。ねまあ、このような感じ。で次の写真が使ってる様子ですね。このような形で 1,2,3,4,5 5×3 のボタンがあって、それらにねいろんな機能を落とし込んで配信中にね便利に使っていくよというものになっております。でもちろんこのね画像もこんな感じでなんかバラバラに変えたりとか、まあこれで1枚の写真になるようにやってる人もいるんじゃないかな。いいですよね。僕それやりたいんですけどできていない。まあこのような感じで便利で使えます。はい。まあこんな感じになるのか。デスク周りね。いや、いいですよね。僕もね、右側に置いてますけど、まあ正直この X でいいわって思っている。多分。概要ね、まだ見てないんで、はっきりはね、わかんないですけど、多分ね、僕 X でいいぐらいの使い方しかしていない。ああ、まあこんな感じですね。で、後ろからはこのような感じ。多分、USB-C だと思います。のケーブルでね、接続することができるでしょう。おお、外れるのか。外れるのか。ああ、立てかけれる形になるし、直置きできる形もなるし、という形になるんでしょう。これ、パネル外れるのってなんか意味あるんだろうか。わからんけど。こっちはね、外れるのはわかる。まあ、普通のね、コントローラーも外せれるんで、直置きできるんですよ。なんですが、これ、パネルまで外れるのって意味があるんだろうか。これね、概要で見れたらいいんだけど、あるかな。はい、ということで、なんか今日駆け足な気がする。わからん。早くない？まあまあまあ、いいか、ダラダラ喋るよね。ではでは、概要をね、見ていきましょう。はい、ということで、レイザーストリームコントローラー X の概要をね、見ていきましょう。瞬時にコントロール、無限の想像力。ということで、レイザーストリームコントローラー X が創造性をサポートします。すべてのアプリとツールをコントロールできる一つの便利なデバイスで、配信やコンテンツ制作をシームレスに管理できます。ワークフローを簡素化できるため、ファンを魅了してフォロワーを増やすといった最も重要な活動に集中できます。はい。書いてる通りですね。これ一つでね、いろんなアプリケーションとか、まあ、設定をちょっと変えたりとか、いろいろできるんですよね。で、やっぱり一番はね、配信の時に、すごく使えるんじゃないかなと。まあ僕もメインは配信で使っております。
で書いてますように、まあ、配信中にね、ちょっとしたねエフェクトかけたいなとか、ページをねすぐ切り替えたいなっていう時にこのボタン1個でねそれが完結するんで、本当に便利に使っております。もちろんね、配信アプリケーション、ソフトウェアか、の OBS スタジオにもね、まあ、しっかり対応してて、細かいところまでいろいろ設定できるんで、本当にこれは便利です。ね。そして、指先に集約された操作性。15個のスイッチブレードボタン。ということで、配信、ビデオ編集、音楽作成などに便利なショートカットを作成できます。簡単なタップ操作でアプリ、ライト、オーディオなどをコントロールしたり、カスタマイズ可能なアイコンで簡単なビジュアルナビゲーションを行うことができます。これいいんですよね。もうその通り。これはね、普通のやつと同じ。もうポチッと押すだけでね、いろんな操作ができる。まあ、本当にライトと書いてますけど、明るくしたり、音をね、変えたりとか、まあ、それこそやりようによってはね、BGM を切り替えたりとか、いろんなことができます。で、しかも書いてます。アイコンをね、自由に変えれます。もちろんね、プリセットであったりとかするし、自分でね、使いたい画像をね、そのまま使ったりとかできます。ので、本当に、まあ一つのデバイスなんですが、まあその人その人使い方次第でいろいろカスタマイズできる非常に優秀なね、デバイスだと思います。これね、僕実際使ってるんで、もうありがとうございますっていう感じですよ。そして、プロセスを自動化。マルチリンクマクロということで、キーを押すだけで配信を開始。マルチリンクマクロで複数のアクションを一つのボタンにリンクすることにより、究極のショートカットを作成して連続的、または同時にトリガーすることができます。あ、噛んだ今。トリガーすることができます。はい。どういうことこれ？僕知らない。使ってない機能かな？新しい機能ではなさそうけどね。どうかな？まあ、英語ですけどね。まあ、一つのマクロを組む。まあ、そこに、これは3つ書いてるのか。3つのね、機能を同時に作動することができる。そのような機能がちゃんとついていますと。これ僕使ってないんだよな。多分あると思うんだけど、詳細で書いてますね。これ何が見れるんだろう。あ、先ほどね、言いましたように、中身はね、リープデックさんのソフトウェアだったり、上書いてますけど、これね、リープデックの方から売られてる、ちゃんとしたね、リープデックのやつ。英語ですけどね、マクロの組み方書いてるな。そしたら僕の持っている無印のやつでもできるはずだ。使っていないだけ。頑張れ。まあこんな感じでね、別のソフトウェアですね。シナプスではなくて別のリープデックのソフトウェアでいろいろ管理ができます。マクロも組むことができます。ということで便利でお使いいただけます。僕はこの機能ね、使えてないですけど、おすすめだと思います。使う人にはね。そして効率的なマルチタスク向けの設計。直感的なナビゲーションと構成ということで、一つのボタンに多くのアクションを自由に整理保存できます。さまざまなタスクにカスタムプロファイルを作成し、ダイナミックモードを有効にすると検出されたアプリに基づいてプロファイルを自動的に切り替えることができます。わあ、なるほどね。あんまり気にはしなかったけど、あるある。なんかアプリケーションね、決まったアプリケーションを開くと、なんか接続されました的なことがね、出てくるんですよ。で、そのアプリに基づいて自動的にプロファイルをね、切り替えることができるということで、ちゃんとそのアプリケーションにね、沿った機能を作動することができるような、ちゃんとしたね、設計をされていますということで、まあ、いろんな作業、まあ、僕もね、動画編集をしたりとか、ゲームをしたりとか、いろいろ資料を作ったりとかですね、仕事のね、資料を作ったりとかするわけですけど、まあそういったいろんなことに対しても対応できるようなデバイスになっていますということですね。いいなぁ、さすが。改めて僕もこのね、持っているストリームコントローラーの使い方を再検討する日が来たんじゃないかな。本当に使いこなしてないから、僕の使い方だとこの X で十分。僕の中の無駄をそぎ落とした形が本当これなんで、これ欲しいなぁ。まあまあまあ良いでしょう。買い替えるというほどしなくていいと思うんで、上位の方を持ってるんでね、いいと思います。そして主要な配信ソフトウェアに対応。リープデックソフトウェアと連携ということで、配信、コンテンツ作成、仕事などのための規制のプロファイルで瞬時にセットアップができます。 Twitch、OBS スタジオ、Spotify、Razer キーライトコントロール、Razer オーディオミキサーコントロール、ボイスモッドといった重要なツールのプラグインをダウンロードできます。選択肢は無限です。おお、これ知らんかった。
レイザーのキーライトコントロールとかオーディオミキサーコントロールもできるんだね。これさっきのリープデックのね、別のソフトウェアでプリセットがね置いてあるんで、有名なやつとかよく使われるようなやつはね、それを入れてしまえばすぐにね設定が完了してしまうということで、書いてますようにツイッチとかね、まあ OBS スタジオは基本使うかな、そういったものはね普通に入っています。で、下にありますように Adobe のね、いろいろ画像編集、動画編集、いろいろできるもの、そういったものもねちゃんとねプリセット用意されているんで、これ一つ入れてしまえば、まあある程度セットアップができる。あとは個別性に合わせてね、好きなように設定をいじってもらえればいいんじゃないかなと思います。これさすがですよね、リープデックのねソフトウェア。しかもシナプスと、まあ、完全連携してるわけではないので、シナプスでちょっと問題起こってもちゃんとリープデックのソフトウェアで動いてくれるから安心なんですよね。たまにねちょっと残念なんですけどバグったりはするんで、シナプスもねそれとはまた別で管理されてるんで、そこは安心ということになっております。そして最適な表示角度、着脱式滑り止めマグネットスタンド、傾斜が50度ということで、コントローラーに簡単にはめることができしっかりと固定されます。すべてのボタンがはっきりと見えるだけでなく、グリップ感のあるベースによりずれることがありません。わーいいですねこれね。マグネットということはカタカタすぐ外せるんだ。これさ良くない？これ多分普通のやつより X の方が優秀説あるぞ。しかもちゃんとベースがグリップ感のあるベースでずれにくいと。正直ね普通の無印の方ね滑るんですよ、動くんですよ動くし、まあこのね傾斜をつけたい時とつけたくない時のね差が別にないので、僕は傾斜ずっとついてていいんですけど、切り替えたい人いるのかな。これ普通のやつだとカチッとはめ込む式のスタンドなんで、なんか簡単に外せないんですよね。まあ外そうと思えば外せるんですけど、ただこれマグネットスタンドなんで、今回の X はねマグネットスタンドなんで多分簡単に外せるんじゃないかな。これ優秀じゃない？さすが。もしかしたらね、いろんなフィードバックをいただいて、改良された形なのかもしれない。あーやっぱりこっちの方がいいいやどっちもいいんですよ、どっちもいいんですけど、僕の使い方だとこっちの方が良さげな気がする。同時に出してほしかったX と普通のやつ同時に出てたら僕は X を買っていたな。そうかそうか、まあ良いでしょう。そして、マーケットプレイスでオールインワンセットアップリープデック対応ということで、この便利なプラットフォームには必要な全てのツールが用意されています。リープデックマーケットプレイスでニーズに合ったプラグイン、プロファイル、アイコンのパックをダウンロードできます。これいいですもんね。なんか置いてるんですよね、いろいろね。でよく使うのはプラグインとかはね、持ってるソフトウェアに合わせて1回導入すればいいんですけど、まあ、アイコンのパックとかやっぱりこうパッとした見た目ね好みが分かれるんで、あ こういう色合いのこういう質感のやつがいいなっていうのね、やっぱりこだわっちゃうんですよね。そんな中でアイコンのパックがね置いてるんで、自分のね好みに合ったもの一番近いやつね入れてもらって、それに設定するということで、やっぱり画像を作らなくても自分の好みに合った環境にすることができる。これ大事ですよね。素晴らしい。あ、これ見れるのか。ははは。まあ、プロファイル規制のね、アプリケーションに合わせたプロファイルがありますよと。そして、拡大を続けるプラグインライブラリ。あ、プラグインもね、どんどん拡大し続けてるんだな。素晴らしいですね。あ、ツイッチスタジオ。ツイッチもありますね。そして充実したアイコンパック。そうそう、こんな感じでね、色合いとかちょっとね文字の形とか質感とか、まあ絵文字を使えるとか、そんな感じでねアイコンパックたくさんあって、いやもちろん無料でインストールできます。うん、お金かかりません。ものによってはかかるものもあるかもしれない、ちょっとそこまでは分かんないんだけど、ほぼほぼね無料で使えると思います。そしてフリーサウンドパック。こんなのあるの知らんかった。パッツイッチのねサウンドエモートとかある。ストリーマースターターパック、あ始めた人にって便利なやつがあるのかな。え、これ僕知らんよ、入れてみようかな。ちょっとこれね、まあ音も出せますよという形ですね。そして、あ配信のオーバーレイもあります。ちょっとこれ僕はね自分で作ったやつを使ってるんで必要ないんで知りませんでしたが、オーバーレイも置いてあります。めっちゃポケモンやん。めっちゃポケモンなんやけど。あ、しかも、ネオンジャパンってことで、
どういうの？これ気になる、ネオンジャパンね。そしてそうエモートとかもねあるんですよ。エモートとバッジっていうことでいろんなものあるんで、こういった感じでたくさんのものをね管理できるソフトウェアを使って、まあ、本当にあなたにとっても自分でね使いやすいような形でカスタマイズをどんどんしていけるというような形です。おー、終わった。まあ製品保証は2年間ということで、あ、全然質問とかも今回ないじゃん。はい、ということで、まあ、今回のストリームコントローラー X に関してはこの上位版をね僕持ってて非常に便利に使わせてもらってます。なので、まあ、このデバイスがねいいものだというのはまあ言えるんじゃないかな。まあ、その介護感なんですけど、僕の使い方からするとね、これで十分です。まあ、これだけで十分というかかなりこれだけでね、あとは音量のね、切り替えとかっていうのを簡単にしたいとか、まあこの表示させれるものもね7個8個ぐらいかな変えれるんですよ、無印のやつだったらね。ただこれ見た感じ多分15個のボタンを作って終わりなんじゃないかな。なので本当に15のボタンを15の機能をすぐ使えるようにすることができる。ただ以前の無印のねストリームコントローラーだと 4×3 か 4×3 のディスプレイに8個の切り替えができるんですよ。なので12のものを8セットできる、 12×8 個機能もね割り振れるんで、やっぱりたくさんしたいとかいろんなプラットフォームで配信とかしてるよっていう方だったらちょっとここで足りないのかもしれない。あ、そこに関してはちょっと僕もいくつかプラットフォームねまたぐ時があるんで便利に使わせてもらってます。ってなるとちょっと足りないのかな、どうだろうな、足りそうだけどな有り余ってんだよな今僕が使ってるね無印のやつはね。なので自分のね配信で何したいんだろうとか、これからのね活動の拡大っていうのを想像して X を買うのか、無印のやつを買うのか、はたまたこれからもしかしてプロが出てくる、この流れだとね、無印のやつと X のやつと、あとはねあのハイエンドモデルのプロがレイザーにはありますから、プロが出るのかな、ちょっとこれは どうだろう、これで足りなければちょっと待ってもいいのかもしれないね。え、まあちょっと楽しみなところなんですが、まあ、今回はねストリームコントローラー X ということで、15ね15のボタンで、コントロールできるよ十分だよっていう方はこれ買いなんじゃないかなと思います。ということで今回ねレイザーストリームコントローラー X 見ていきましたが、あのこれ便利です。なので X ねお試しでっていうほどね安い値段じゃないんですけど、まあ使ってみたいなっていう方は買ってもいいかもしれない。で流れ的にプロがいつか出るのかなっていうのを期待して必要になった時にはプロをね買っていただいていいんじゃないかなと思います。これはおすすめです。ということで今回の動画はこれで終わりになります。チャンネル登録やいいねボタンをね押していただけると嬉しいです。動画投稿だったり配信がね不定期になってしまうので、よければ通知もオンにしていただけると本当に嬉しいですので、どうぞこれからもねゼロマルよろしくお願いします。おつゼロでした。バイバイ。